14です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。北部から参りました、シークレスレベル14です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。エージェントメントレベルを、まだレベル1ですが、シーサー2級です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。北部で活動してます CCG コムです。レベルは、まだ13です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでシーサーさんと CCD コムさんもうちょっとこっちに来てもらうと CCD コムさんが入ってきますのでよろしくお願いします。はい。こんな感じでいいのかな。はい。暑い。暑いね。湿気で暑い。ね、暑いというか、雨降った。もしもしするんだよね。この間問題になってた伊藤園の、はい、何でした？パスコード。パスコード、パスコードが、登録してあったのにアクセスできなくて、はいはい、取れないアイテムがあるよっていう話は、うんうん、ちゃんとまたパスコードをアクセスできるようになりましたよね。なんかメール来てましたね。メール来てましたよね、はいはい、僕全部取ってあるのにってちょっと思いながら私も全部取ってあるから、はい、かありがとうございますなんですけどね。ハズレが当たりになってないかなとかそんなことはありませんでした。で、シーサーさんはまだレベルが1のままで2週間経ちましたが、はい、いかがですか。まあでも頑張ってます。はい、そう、始まる前になんか、うん、触れるな的なお話がありまして。まだしか頑張ってないです。おー、あー、なるほど。なるほどってそこで言われてもらってGoogle Plus のプロフィールをリンクしますか。 Google Plus は持ってますか。持ってます。でもあそこは本名で登録してなかった、うん、大丈夫ですか。とりあえずはじゃあ後で書いてもらって、うん、今はじゃあいい家にしておきましょうか。はい、いい家で。なのでういういしいいよね。ういういしい。だから今やってほしいのはハックだけです。はい、やってます。で、1の冷蔵が山ほどあったら後で交換してもらいます。一応27あります。あ、冷蔵だけです。バスターとかいうのいらないので冷蔵だけたくさんあると。わー、すごいな。もう一個もメダルが空いてない画面っていうのもすごいなんか新鮮な感じが。なんかレベルが低い人ってそのままでいてほしいよね。いや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 、ダメですよ。早くレベル上げてほしいですよ。え僕のアイテムだけでも預かってくれないとか言いたいよね。すごい、本当に1のバースター、レゾネーター、ウルトラストライクとかなんかいいですね。パワーキューブとか全部1ですよ。かわいい。プレサポさんがハンガーウトでどっかでキャプチャーしてましたよねって来てます、うん、どっかでやってますよね。ああ、してます。中の方ですね、はい、うん、もし白いポータル見つけたらすぐにキャプチャーして。今日もいらっしゃるって言ったんで、はい、田畑の前、白の前までしておきましたよ。あ、そうなんですか。あれ知らなかった。青の人が、うん、1本刺してたんで僕なんかが残り全部埋めちゃいました。誰だろう言ってたひどい。朝からちゃんと待ってて今日はね、シーサーさん来るからねちょっと置いとこうかとか言ってぼーっとしましたけどね。それでか、一本だけ刺されてたんで、うん、その一本も僕らじゃないんですけどね。あ、はい、別の方でした。うん、1しか刺せないんで、うん、1全部刺してもアップできないんですよ。そうですね。なんで白くしとこうかなと。うん、そうですね、はい。ありがとうございます。いえいえ。またいろんなところ青のところをハックしてキーを集めてリンクを貼るというのを覚えると、あ、そっか、それは今でもできるか。車で移動しながら上がる山、うん、山の方から降りてくるらしいのでちょうど通り道かなと思ったんですね。うん、でリンクとかフィールドを作ると あとはこの周りにいるし、ね、はい、ウワンさんとか CCD コムさんがいるので、はい、帰りがきに送ってもらいながら緑のとこ壊してもらうとあっという間に上がると思う。はい、うん、あと金曜日のバーベキュー、あ、なんでしょうね。もうダメだね。これラジオですよ。ラジオだよね。ラジオですよ。ガスなんじゃないよね。もう大変気をつけないと。でも、はい、自分がキャプチャーしてたとは知らなかったです。聞くまで。そうそう。うん、白いところに刺すともそれキャプチャーになりますから、ね、なんだろうって押してたら、うん、その後帰ってみたらキャプチャーしてましたよって言われて、え、いつキャプチャーしましたっけって。はあ、なんか
か遠い昔でも忘れてるな、ね、最初キャプチャーすると、はい、普通レゾネーター1本刺すだけ 250AP もらえるんですよ。あ、まずこれが基本なんですけど、うん、1本目に対してはそれにプラスして500がもらえるんですよ。だからそれだけで750、うん、全部刺して、いくらだったっけ、1750だったかな、のうちの750もらえるんで1本刺すだけで、それだけやる人もいるぐらいですね。最初はあれですよね、うん、白いの見つけて走っていきますよね。まずこの1本目を刺すだけで750もらえるん で、 で時間があれば残り全部刺して、モッズっていうあのアイテムを入れるだけで入れてトータルで 2000AP もらえますから。うん、次のレベルまで何 AP でしたっけ。結構進んでたよ。あと1200ぐらいですか。1200だったらもう一つキャプチャーすれば、あ、そっか、上がりますね。うん、上がる。リンク1本、リンクじゃない、フィールド作ったらか。うん、うん、おお、じゃあもうちょいで、もうちょいです。もう帰りがけに、石川警察署の前という勉強があるので2つ刺す方を壊してもらって刺すだけで、あの逆方向ですあの車で送ってもらって石川警察署がですね、蜂なんですよ。なんか壊すのもったいないな。いい、全然壊、全然大丈夫です。はい、何でももったいなくないです。ありがとうございます。はい、ぜひ壊して刺していただいて、はい急に上がってもらうと僕がちょっと寂しい思いです。というか今回ネタが結構上がってましたね。選手終わってから突然ね。ねえ、もう本当に驚きましたね。びっくりしました。あのまりねえ、うん、日本でないよねって言って、そこギャラリーでみんなで話して、いやー、もう解散しようかっていう時に、うん、東京に決まったっていうそこでみんな立ち尽くしたんですけど立ち尽くしました ね、 ねえ、びっくり。7月16日でしたっけ、土曜日、はい、東京、世界で東京だけですよ ね、 ね、今どこかなけど、サテライトが全然決まってなくて、プライマリー一箇所だけってことで、うんうん、どのくらいですか。もう申し込みページってもう開いてるんですよね。できてます、できてます。東京か。なのでとりあえず、うん、参加する人も まあ、しないというか、しないかもっていう人もできればなんていうのかな、チケット、はい、は申し込みで申し込みしてた方がいいですね。はい、コードだけ、コードというか無料のチケットは申し込みしてた方がいいです。せめて、はい、そうなんだ。そうしないと他のもの、例えば、何か絡んだ時にメダルが降りてこないってのが前回、うん、前回ありましたね。結構大変でしたね、はい、あれは大変なので、うんうん、皆さんチケットは、うん、はい、ここはちょっと点ちょっとまだレベル1には降りてこない話題だと思いますが、うん、何か何か、はい、東京でイベントがあるんですよ今度。でそれに関して現地に行かなくても、例えば遠隔地でいろんなさやったよってことで、メダルがもらえることがあるんですよ。ただその時に無料のチケットを購入というか申請出してないと、はい、そのメダルがもらえないんです。どんなに貢献したとしても。なので遠隔地の場合は必ず無料のチケットを購入してくださいってこと、うん、お知らせです。というわけで、これからイングレスを始める方、はい、最近始めたばっかりの方も勉強になるラジオでした。そうです、勉強になります。本来そういうネタだったような記憶が、もともとそうだったんですけどね。イベントのメダルなんですよ、うん、この辺は。さっき写真撮ってたやつです。撮ってたの、バッチのやつ。バッチ撮ってました。もうこの辺をこう、うん、もらう。なんか向こうでボショボショボショ。あとなんかオートバックス、はい、ああ、なんかポータルができたと。ポータルになりましたね。と、うん、いうことはこれからスポンサーしかポータルができないんだったら、ね、うちの周りにあるお店を全部なんとかポータル申請してもらいたいな。スポンサーになってもらいたいな。サンエーあるの。あと、うん、マクドナルドとか。ああ、確かに。なんか飲食系あるな。飲食系がまだないですね。マクドナルドが入ったらもうかなりのできるじゃないですか、ポータルが、うん、ポータルできますね。ハッピーセットとかでイングレスイングレスセット大きいお友達がいっぱい大きいお友達がいっぱい並ぶんじゃないですか。めっちゃ楽しいな。どんな
イングレスセットっていうの でそれにあのパスコードついてたカードがパスコードがついてると考えるな買うなそれは確かにだからマクドナルドとかロッテリアとかって結構そういうグッズ固定のものってやるじゃないですか、そうですね元は何がいいですかマックだったらやっぱりパワーキューブ系パワーキューブになりますかね、うん、だから、ビッグマックパワーキューブみたいなのができて4段重ねとか4段重ねなるほどあわけわかんないいやいや ロッテリアでもいいですよロッテリアでもいい、ロッテリアはあの全部乗せってのがありますからあそうかじゃあ、全部入ってくる一つずつあそれもいいですねボットが全部入ってくるいいですよねあ、いいな、いいな、欲しいとあんた自分で欲しいっていうのは言いたい方がいいですあの何でしたっけあのローソンの、うん、あのカードの方で、はい、そうでしたよねそうですね、欲しいですよね あれに全部載せでしたよね、あれあれも美味しかったですね、はい、あ、そっか10個ずつ、うん、っていうか、美味しかったよねじゃなくてまだ持ってますからねまだありますねまだ在庫がまだ置いてありますね、はいなんかあのすいません今されてるお話は妄想っすかって送られてきてるあ妄想妄想ですよ妄想ですよこの妄想が実を言うと、はい、あの現実する可能性もあるんで結構高かったので今までやってくんないかなと、ね、っていうかあの僕らの考え方が妄想じゃなくて中の人に近かったっていう自負が半年後何かしらポータルができたらあの時話したよねそう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 したよねなのでこのラジオを聞いて中の人が、うん、わやべえなんでこいつは知ってるんだっていう話だといいなっていう妄想はありますねオートバックスの話は妄想じゃないですよあそれは妄想になってますんで、うん、オートバックスはマクドイングレスあなたはいいですみんなで、マクドナルドイングレスでググったら、うん、多分中の人に届くかもしれない確かにイングレスでググったらマクドって出てきたよって急上昇ワードみたいなモスバーガーでもいいです僕はあそうだねモスも美味しいですしモス美味しいんだけど石狩ないんだよなああそんなこと言ったら大変だでもいいよね最近名古屋ロッテリアもできましたね今日オープンしたのでいいなそうあそうそうそう伊藤園さんがまた、はい、新しい、うん、企画というか、はい、何でしたっけ自動販売機を、うん、何でしたっけこれでも自動販売機の隣に置くとか隣に置くような形ですかね、うん、イルミネーションポータル、XM プロファイラー XM プロファイラーの第1号機をお台場の方に、設置するという話が、うん、あのニュースに上がってまして、はいよ、うん、5月14日設置こういうって言っちゃダメだなラジオだから通じないうん、なんかイングレスの世界観を臨場感のある映像や効果音で演出する XM プロファイラーかっこエキゾジックマタープロファイラーの第1号機を5月14日土曜に第1号機東京お台場ビーナスフォートパレットプラザ内の当社自動販売機の横に設置いたします。なので自動販売機の横になんですね。 3D ホログラム機能とかうん、があって、はい、XM うん、多分グローバルですよね、うんうん、グローバルの状況とかが分かるようになるらしいです。全国の伊藤園ポータルの状況が分かるとかだったらあそれはそれで面白そうですよねイルミネーションポータルとは表示と中心にデジタル技術を活用し、うん、ディスプレイなどで映像や情報を表示し演出する。うーん現実世界にイングレスの世界観を投影する機種機器の名所ってことでその近くに行くとイングレスがより楽しく遊べるとですね。でエージェントとして夢を語り合えるとそんな理解でいいんですかねですね。うんこれまた面白そうですよね。はい、それ触るために人がわらわらするんです、ね、集まってきそうですよね。なんかまたあの新人さん2人がねなんかねラジオを無視してあの新人と教育係が確かなあのナイアンテックさんのところに、うん、まあ、資本提携という形でフジテレビさんは確か入ったので入ってますよね。それの絡みかなかお台場なのでそっかそっか。でもそうすると、うん、あの辺あたりがイングレスの遊び場になるとそれはそれで楽しそうですよ。映像絡んでくるんだ。映像も絡んでくると楽しいかも。じゃあそのちさばげみたいな格好していかないといけなくなるんだ。いやいやいやえ違うんですか。
今回は特に伊藤園さんなんで、うんうんうん、伊藤園さんがこれを 全、ね、全国にの自販機の横に置いてくれると全部の自販機は無視かな全部です、まああの、うん、人が集まりそうな屋内 の、ねはいうん、自販機あと駐車場がいっぱいあるとことかね、はい、この場合だと多分屋内の人が集まるところなんでゲームセンターとか、うんはい、そういうところだと思うんで那覇 の、はいようん、あの人が集まるところとか、うん、石川庁舎前ポータル4つあるからあそこにも糸井あるし後ろ運動公園だし一応アピールしとこうかな行ってみます、うん、公園とか運動公園があるところの、うん伊藤園のポータルならいいよねあれいいです ね、 ねあそこ今日行こうかなと思ってますけども、はい、この間ちょっと南部、うん、ちょっと用事で出かけた時に、はい、なんか看護学校の中にこれはあるんだろうかっていう伊藤園の自動販売機ポータルあ、ね、ありましたね、あったよね、うん、これどうしようとか思って、うん、ハックしに行きたいのに学校の中に入れないしなと思ってあの待望式とかそういう時にちょっと学校案内があったり、はい、あの外部の方が入れたりする時があるの で、 あそうなんですかちゃんとチェックしとけば入れるかもしれません、ね、あなんか母親のふりしていや学校案内なんとか今から看護を目指すんですよ大丈夫今からですか多分一般公開とかあると思うんであありますよね、うん、それで多分大丈夫だと思いますうあの一般公開してないところのやつは、リジェクト申請した方がいいかなと思うんですけどもうん北部のあたりとかも、うん、そのどこか会社の中に自動販売機があってそこがポータルになってたりしましたよね、はい、ただあれはまあ、うん、あのすぐ出入り口のすぐ近くなんで一応ハックとかいろいろできるんですけど、うんポータルになった時期に、はい、自販機を写真を撮りたくて写真追加のためにそしたらこれはさすがに入れない、入れない。写真追加ができないポータルそっかそっかになっちゃいましたね。いつもは、うん、この青ラジ、はいはい、イングレス青ラジが終わるまで表の宴会待っててくれるんですけど、うん、今日始まっちゃってますよね。なんかね、いいですね。なんか背中越しですけど、なんか食べてますよね。なんか食べてる。してるのがなんですけど。しかも、全然ここ振り向かないけど、向こうで盛り上がってますよね。全然振り向いてくれないです。さっきから気になってるんですけど。外に出てあのステレオの音量上げればいいんですか上げていきましょうかぐぬぬ、ねね、FM ウルマに来たら、うん、いろいろと話ができますよと、ねうんね、みんな今見てますねエブリンさんがまさに今ロッテリアで絶品チーズバーガーを買って食べてますまあ羨ましいオンタイムですねもしかしてイオンはい、あイオンあのイオンできたばっかりなんで、うん、今日オープンしたんですよ。フードコートに、あ、おイオン名古店に、名古店、はい、うん、あれ確か先着でコアラのマーチがもらえるはずなんですけど、いやいや、そういえばこの間プレオープンの延滞行きました。お、え、どこですか？え、緑町、あ、プレオープン？あの緑町のスキヤがあるじゃないですか、はい、あの郵便局があってスキヤがポータルが3つあるとこ、はい、そこに延滞ができまして、スキヤの隣に。ポータル1個しか入らなかったんですけども入ったあ、じゃあ食べながらはい、できます。ルートビアおかわりしながらできました。あ、いいですね。行きたいな。今さらながらさっきの話にエンダーを出さなかったちょっと ごめんなさい感がそ う、ね、そうか、バーガー関係、ね、いや、エンダーはね、沖縄だけじゃないですポータルとしてちょっとねそうか、あと全世界だと、あとバーガーキングとかうん、あ、バーガーキングあるね。バーガーキング今だったら、あの、でしたっけ、はい、基地の中の人が大喜びですね。うーん、でも沖縄基地の外にもありますよね。あります、あります。で、確か本土の方にもありましたよね。あります、あります、あります。アメリカはもう、うん、言わずと知れたいっぱいあると思うので、うーん、バーガーキングでもいいですね。うーん、いろんな色してるな。なかなか難しいぞね。コーポレートカラーが赤と、うん、ああ青とか緑だとちょっと考えますけど、モスバーガーだと緑色なのかな。ハンバーグ、うん、違うか、赤い色、あ、緑か。モスバーガー今は緑と、うん、グリーンモスとかありますからね。あ、そうか。あ、これさっきから食べてんだ外で。はい、ハシーズ
おお、チョコ？チョコレートがたくさん。でか入ってきましょうよ中に。ね。私赤いピーナッツがいいな。うん、同じく。ね。ニキビできますよ。うん、そうなんだ。すいません、ちょっと冷たかったっす。あの。子供たちにあのハッシーズチョコの詰め合わせを渡すと、うん、みんな一番チョコだけのやつが嫌がるんですよね。あ、ね、なので柔らかいやつとかそういうところに行くんで、うん、あのニキビできますよって硬いやつ食べてくれるんで。ひどい。美味しいものは早いもの勝ちなのに。本当にこっち全然振り向いて振り向かないという。そういう設定でしょうか。なんか違うような。あ、もうお腹の中ですって。いや、こっちもお腹空いてきました。エブリーさんが。さっきのバーガーの話ですね。あ、うん、いろいろと。ん？黙ってしまうという。うん、ね、みんなスマホいじってるから。スマホいじるという。こんなラジオもないよね、本当に、ね。確かに。やっぱりそのマックとか、うん、まあ、ロッテリアとかになると、うん、あ、まあちょっと。ちょっとあれですけど、うん、座る時間が長くなると、うん、あ、そっか、充電もしたくなる。充電が終わるまで居座り続けてしまいそうな、だね、ちょっと確かに、うん、思い切ってフラッグ与えて10分間だけって決めちゃうとか。お、あ、でもその10分間居座るんですよね。はいはい、でそれをフラッカーたくときに、ハンバーガー食べるのが先か炊くのが先か、来るまでやっとくのか、いや、あったかいの食べてからなのか、ちょっと悩むよね。そうですね、しかも、ね、食べる時間が違って、まだあって待ってるのも大変よね。何を言ってるんだか。いや、この前、うん、あのイオンのスパゲッティ屋さんで同じことやったんですよ、はい、あのスパゲッティが来るまでに、パスタが来る前に、うん、フラッカー炊いちゃえって炊いたらサラダが来て、サラダ食べながらフラッカータ やって、うん、で10分経つ前にあのパスタが来ちゃいました、ね、あれあれちょっと待ってよちょっと待ってよって言いながら、フラッカー炊き終わってからパスタが来るつもりで10分間だしと思って炊いたんですけどね、うん、なんか全部メインも来ちゃって、うん、どうしようと思って、だから食べずにフラッカーやってましたけど、うん、まあ石川庁舎前でね、うん、緑が日本で青が日本なんですよ、うん、ってことはやっぱり青でフラッカー炊きたいですじゃないですか、うん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 、で、うん、今日は頑張ろうねって青を2つにフラッカー炊いて、うん、で2人でグリフやりながら、うん、青はグリフね、あとはハックだけね、うんうん、そしたらちょうどいいぐらいになるからとか言いながらやってたんですよ、うんうん、こういう時に限って、うん、メッセンジャーがやってくるってどういうこととか思うよね。今じゃないよねとか思うよね。タイミングが悪すぎる。タイミング悪いですね。しかも返事しろみたいに書いてあると、あ、僕あのマイクで、シリで答えたりすることが多いんで、うん、もう一人でこう寂しく返事してるのって悲しいよね。一番仕方ないのは電話かかって、電話かかってくるともっと悲しい思いしますよね。なりますね、うん、今ハックしてるからとは言えない。言えない。でもフラッカー与えたばっかりだからとは言いたくなるよね。あと10分後に。そっか、今度からあのメッセンジャーの相手でちょっと考えようかなと、うんうん、言うたら今フラッカー与えてるからって分かる人じゃそれで5分待って。お、なんか音がした。だからその電話かけた相手に、うん、今フラッカーを抱いておりますので電話に出ることができません。お、留守電に設定。あと、辞書登録に今フラッカー与えたばかりです、10分間お待ちくださいっていうのを入れとけば、そのままメッセンジャーですぐにあの文字変換してパッって出してしまえば被害は少ない。被害知ってる方なら、で知らない人から、知らない人だったら何フラッカーって、そうそう、めっちゃ来ると思う。炊いてるとか言われますよね。そうなんだよね、あの車の中の会話って録音したら大変なことになるよねっていつも話してるんだけど。いますね。CCG コムさんが巻いてたその数字のお話とか、はい、そう、あそこ壊したら120万だよとか、なんかもうそんなさ、もう一回受けるからやめようってやっぱ思いますね。解体屋さんですか。あ、ここは4万しかないからなとか、絶対一般の人が聞いたら誤解するじゃないですか。今4万とかある？ないです、ないです。ないよね。1万とか2万。この間3万あるって言ってみんなで大騒ぎしたからね。あそこ3万あるとか。これでジャビしたら大笑いだよねとか。ね、反転するともったいないと思いますよね、うん、もったいないよね。
このラジオって本当にあちこちから苦情からいかなってドキドキしてるんですけど、ね、反転でなジャビスって何って絶対聞かれるよね。うーん、来ないんですか実際。いや時々聞きます。あの素人にも分かるように解説してくださいとか、時々語句が分かりませんとか来ます。だいたいカタカナと英語の言葉ばかりですからね、ね、あのただこの前の時間も、フェイスブックラジオじゃないですか、はい、またフェイスブックやってないリスナーの方いっぱいいるんですよ。なのでフェイスブックの話題からそろそろ外れてくれないかっていう書き込み。フェイスブックラジオで。フェイスブックラジオなんだけど、フェイスブックラジ、フェイスブックの中には台風情報とかあるだろうとか、一般の話題をこう拾い出して伝える番組ってもできるだろうみたいな話が来ます。でも一番大きいのは曲流せっていうやつですね。いや。なんで1時間も喋ってるのって言われますけど。そっか、アオラジも間に曲が入るのは、ね、たまに入れ替えが、人が入れ替えするかどうかぐらいで、本当気をつけないといけないなと思います。ただまあイングレスっていうゲームがスマートフォン使ったゲームなので、うん、あの分からないことはこのスマートフォンで、Google で検索かけたり、はい、検索して。した方が早いですね、うん、今また日本語の情報いっぱいあるんで、うん、その辺は楽かなと。最初の頃は英語しかありませんでした、うん、あと、まあ、シーサーさんもそうですけども、うん、始めたばっかりの方に、うん、有益な情報をもうちょっと流していきたいなとは思っているんです。 あまりにも最近アノマリーとかね、最先端行き過ぎたので、長距離のリンクを踏みすぎたりしてたので、もうちょっとあの小さい三角形でいいんだよとか、もらう点数一緒だしねとか。そうですね、今日のコムで何でしたっけ、あの線を引くのをレベル6まで知りませんでしたとかっていうのがあって、そうびっくりしちゃいましたね。あれ、いや、あの、うん、本当にやったことない人はやってないと思うので、あとモッドがなんか分かんなくて捨ててたとか。そう、あの、FS でリンク貼ることを教えなかった方がそういうこと、まあ、やったよね、はい、ちょっと苦情じゃないけど言ってましたよね、はい、リンク貼るのを教えてほしかったと、ですね、あのやっぱりゲームなのでボタンがあれば、そのボタンを押してどうなるかっていうのは試していっていいと思うんですよ。よっぽど致命的なことはないので、このスキャナーにしたら死にはしないからね。何やってもいいかなって思うんだけど、クセも減ってもゲームオーバーにはならない。そう、そういう意味では、いいかなと思う。だから、試行錯誤でもいいですし、まあ、あの最初の道筋は僕なんかで教えられる範囲は、お願いします。てか最初ポータルした時にもう本当に分かんなくて、好き勝手をしてたらできてたという。まあでもみんなそうなんで、そうですね、はい、もうポータルを触って、そうするとポータルの画面が出るんでいろいろと、でそこでハックというボタンがあるからハックをしたり、レゾネ自分の自陣だったら、デプロイってボタンを押すと、あ、これですね、はい、そうそうするとレゾネーターをさせるようになったり、私デプロイの方をして、なんかこれなんかアイテム選ぶものできて、それをしたらもうできた、そうですね、キャプチャー、何も最初1個もなかったと思うんですよ、だから一番最初に刺したらそれがキャプチャーになりますから、で1本だけじゃなくて全部刺してしまえばいっぱいもらいますし、でその下の方の、2つ下かなに MOD っていうのがあるんですけど、 MODS、 あ、はい、でここでアイテム、他 の、 あのシールドとかを追加で挿していけるんですよ、あるある、でいろんな機能があるんですよね、シールドはもちろん防御のため、でリンクアンプっていうのは、リンクする距離が長くなる、まあ、沖縄ではほとんど関係ないですけど、ね、まあ、沖縄は、ちょっと飾りで置いてくれると飾りでヒートシンクとかマルチャックとかあのいろいろと機能がありますから、できればあの柔らかいシールドとかそのリンクアッパーは石川で置いてほしいですね。那覇はあの那覇行った時にはなるべく硬い硬いよね、フェリーレアって書いてあるものを置いてくれると、まあ、それもね人それぞれの考え方なんで、だってあの緑がないと青くできないんですよ。だからあの水まきしておかないとね緑が育てる。そうなんですよ、名護最近
青っぽいですよね、だいぶ、ね、だいぶ青っぽいですけど、うん、なんか元部の方だけなんか緑だなとか。ただ昨日か一昨日でしたっけ、うん、あの東区の方、アガリアの方あたりを緑の人が壊してくれて、あ、なんか久しぶりに動いてて、うん、あ、懐かしいとか思って。最近リアルに忙しくて、うん、まあ総会とかそういうのが多いからなんですけども、特にあの熊本であんなことがあったんで、いろんな防災対策の会議とかがあるんで、あの那覇で2時間会議っていうと僕4時間ぐらい取られるんですよ、インフルエンザなしで。なしで、それは長引いてってことですか。あの、いや、往復時間あるし、あ、まあ、高速飛ばしで行ってもだいたい県庁とかで言うと1時間くらいかかるし、帰る時もっと混むしみたいなってこと、2時間ぐらいやって1発行もせず4時間ぐらい経っちゃうんで、この辺それで最近緑多いんですよ。帰ってくると幸せっすよね。あのどこ行っても壊せるっていうのが、ちょっと緑の方頑張ってくれると、あの帰ってくるたびに幸せを感じるんで。名護がねもうずっと青だったんで、名護市内、あの中心地の方がずっと青 で少し外れた宇草のあたりが緑になったり青になったりで、本部半島が緑が多かったんですけど、ただあの県庁あたり行ってちょっと時間早く着くと、はい、20分30分あるとじゃあ行こうかね、ここ壊しに行くかって行くと硬いんですよね、バリバリに。で、あの硬いの1個か2個壊して、うん、FM ブルマってやってシールド何も入れずに帰ってくると、帰る前にも緑になってますよ、ね、弱っとか言われながら。それはそれで美味しいですね。あとポータルがたくさんあるので XM がどんどん減っていきますね、うん、あ、そう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 、そう、あの反撃食らって、最近パワーキューブがよく出るので、うん、ありがたいですよね。しかもこの間ちょっと、これ緑の方に感謝するのか誰に感謝すればいいのか分かんないですけど、うん、青カップにパワーキューブ100個入ったやつ拾ったんですよ、うん、うわー、いいですね。あの庁舎前で、あ、庁舎前で、うん、いい、誰だろう、ラッキーって拾ったんですけど、ひょっとして、うん、青カップ100にあるのを捨てないともうこれ以上ハックできなくて捨てなのか、置いてあったつもりが、はい、あのもう2000アイテムだって拾えなかったのか分かんないですけども、ね、はい、美味しくいただきました。ただちょっと待ってましたよ。昨日か一昨日、あのまたあの情報が入ってきて、はい、あのパワーキューブの出がまた悪くなったって話が、あ、じゃあ僕大事に置いとかんできないのに、そろそろまたそろそろ XM が徐々に元に戻るんじゃないかと、はい、あ、また出るようになるんですね、はい、上がっています。でもあんまり出なくてもいいかなって僕ちょっと思っていて、っていうのが道走ってる時拾っちゃうじゃないですか、拾わなくていいかなってちょっと思っているっすよ。あ、でもだってあんまり出すぎると自宅がバレるとかいろいろあるじゃないですか。あ、道筋どう通ってるなって分かるよとか、まあ、分かりますね。今回でもXM が出なくなってるのは、ポータルの周りだけ、ポータルの周りの XM の量が減ったんで、普通に地面に落ちてる分というか、世界各地に広がってる分は減ってないので、あまり変わらないです。自宅ポータルの近くだけこう見事に減っていくと、あ、ここの真ん中だって思われるのがね、もうエネルギー少ないからですね。うん、なんかもうパワーキューブね、ない時はそう市内ぐるぐる回って、はい、前は走り回ってましたけどね、はい、あとはハックしまくって自分で食べちゃうとか、もぐもぐするとか。あ、そうですね。エブリンさんが私が捨てましたって書いてました。私が捨てました。誰本当本当ですかね。あ、私が捨てました。エブリンさんだ。いいな。ゲってなんすかね。ゲはなんだろう。捨てるほどあるんだ。いいな。プチアノマリやっていましたで、ピンさんからですかね。はい、あれですね、日本科学未来館の、日本科学ゲームオンのイベントで、あれゲームオン、ゲームオンのイベントでやってたんじゃないですか、ね、なんか青が勝ったとか、あ、このゲってひょっとしてあれじゃないですか、パワー、あのまたパワーキューブの出が悪くなるからやべえと思ったんじゃないですか。謎のゲですね。はい、でもいただいたものは美味しくいただきましたので多分お返しすることはないと思います。ただまあ出が悪くなるというか元の状態に戻るという話は、どこだったか、グータスのどっかの記事がありました。なんかね、ちらっと見ましたね、英語版だったんでちょっと詳しいことは分かんなかったですけども。あのパワーキューブがないとき本当に悲しいですよね。
悲しいですね、ハックもできないですよ。そうなんですよね、あんまりないとね、うん、で、あと少しでもうキャプチャーできるのにっていう時に、うん、冷蔵がさせない、させないです、冷蔵もさせないですね、まあ、やっと壊れたのに冷蔵もさせないとかいう時もあったり、うんうんうん、ありますね。いろんなものパクパク食べてましたね、うん、そうですね、ね、近くの木をパクパク食べて、うん、8とか7の冷蔵を一生懸命食べて一本刺そうかなとか、うんうん、やりましたね。でもなんかそのパワーキューブがたくさん出てる時はなんか出すぎって苦情苦情みたいな感じがあのパワーキューブをパクパクパクできないっていうか、うんうん、なので、ついつい使っちゃいたいんですよね。あ、だからリチャージしまくるので、はい、時間が大変なことに、うん、でキーも捨てられなくなるんですよね。あのこっちのキー遠いから別にリンク貼れないからって僕20キロ以上は捨ててるんですけども、リチャージのリチャージ用のために置いてあったりするので、もぐもぐした方がいいですね。はい、でインベントリー圧迫するんですよ。そうなんですよ、まあ、またあの600ぐらいあるんで片付けても片付けてもいっぱいあるんで最近ねリンク貼れなくなってきたんですよ。あのジャマリンク同好会が頑張ってるか何かで、ね、あの長いリンクがポーンって貼られるので、うん、こっちから長いリンクが貼れない、なので結構、まあ、それは、はい、なので、ポータルキーが余ってくるんです。前まで引けた時にとかいうのが残ってくるので、まあ、その分人がいっぱい入ったってことですね。そうですね、それはリンクを引ける人が今まで活連とかあの辺のキーってとっても美味しくてわーって長いの弾けるし、うん、と思ってたのが、うん、最近その方向に弾けないんですよ、うん、誰かがあの具志川あたりから弾いてるなとかあの桂あたりから金に弾いてるとかそう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 、うん、まあ、いろんな人が、ね、増えて、うん、まあ、いいですよ。でも僕はもともと小さい三角形作るタイプだったので、はいはい、人が増えてもあんまり困らないんですけどね、うん、基本はね、うん、というわけで小さい三角形作る方法を、はい、これから、はい、多重リンクはゆっくり、はい、そうですね、うん、最初はリンクを引くことから、あのポータルに入っていろいろとハックしてキーを集めたキーからリンクがどっか引けるかなっていうので引けるようだったらバンバン引いていいと思います。レベル低いときは考えなくていいです、はい、いや、もうあのレベル16でも考えてないので大丈夫です。リンク1本引くだけで 313AP もらえますから、で向こうの方であの例えばもう1本他のところでリンク買って勝手にフィールドができると、もうそれだけでフィールドで1250でしたっけもらえますから、この1250が美味しいって感じるようになるとフィールダーになるんですよ。フィールドを作るようになるんですよ。どう考えたら三角ができるか、どう考えたらキーを集めて三角フィールドができるかって考えるようになるともう歩きますよいっぱいっていうか、あのこうやってここの底辺やれば三角形できるのになって分かると、そのポータルまで行っちゃうんですよ。行きますね。あ、ここのキーがあればいいんだとかね。で戻っちゃうので、これやっていくといつまでたっても先に進めないとか。あの家に帰れないんです。帰れないです。散歩進んで荷物戻ってみたいなことが。キーが出るまでハック待ち。これがね、欲しいキーって出ないよね。意地悪だよね。あのフィートシンク入れても出ないしさ、マルチハック入れても出ないしさみたいな。なんかフラッカー叩いた時の10分間ってあっという間なんですけど、うん、キーが出ない時の次のハックまでの5分間ってもうすごい長いですよね。ね、あれなんでしょうね。しかもモッドが4つとも埋まってる時に出ない。これ何もできないみたいな。うん、悔しいよね。なのであのいつも回るところはなるべくマルチハックかヒートシンク置くようにしてるんですけどね。私もそうしてます。私も最近赤カフからちょっと溢れ出してるので、あ、お贅沢に贅沢に、僕も時々溢れ出してくるので、ヒートシンクでも3つあるじゃないですか、はい、でも自宅の一番近いところにやっぱりレアは置きますよね。あ、何回も使えるので。赤カップって分かりますか？なんとなく、はい、なんとなく、はい、説明してもらいました。なんとなくそっか、まだ持ってないんだよなとか思って今、ふと、レベル1なので。カプセル、まだ青も赤も持ってないんだよなと思って今、ふと思ったんですけど。ドロップすれば拾える？拾えますよ、拾えます、拾えます、うん、ありますよ。
最近ね、そういえばね、うん、この間ウルトラリンクアンプを30クエストに上げたら、うん、それからウルトラリンクアンプが出ないっていうのを気づいて、うん、出てます？まあまああまり出ないですね。たまにしか出ないですね、うん、ローソンパワーキューブが石川調査で4個出たんですね、うんうん、すごいですね。で4個出たんで、じゃあ他のやつも出てるだろうと思ったら、ウイルス系も1個も出てなかったですね。あ、最近見ないですね。最近見ないです、うん、先週まではローソンパワーキューブがすごい、いわゆる他のノーマルのパワーキューブと一緒にいっぱい出てましたけど、うん、今週またちょっと出ないかな、うん、でうちなんかはね、うん、ソフトバンクウルトラリンクとか、うん、あともう他のレア系のモッズがあんまり出なくなってたんで、うんうん、そう、赤いカプセルに入れて増えないかなってやるけど、なんか全然最近アイテムは増えなくて、うん、キーばっかり増えてる感じが、うん、赤いカプセルで。じゃあジャービスウイルスうちなんか俺が増えてる、いつも、うん、ね、あの辺もジャービスだけで95個入れて、うん、エイダだけで95個入れてるんですけど、はい、ちゃんと増えてます。あ、いいですね、うん、あれやっぱ95という数字がありますか？いや、管理上楽なので2日間ほっといても100まではなんとかいかないぐらい、うんうん、3日置くと100に届いている場合があるので、うん、そうですね、うん、増えた分をこう刈り取るような、はい、刈り取って、ね、はい、それをまた別の赤カップに入れて、うん、今、ウイルスのファーマーって呼ばれてるのかなそれ聞いたらなんか少しずつ増やしてますが赤カップファーマー、うん、うん、ですね、銀行の利子よりいいかなと思ってるんで今FM ルマ銀行ですか、うん、1日 1% ぐらい出てるんでおちょっといいよね、今金利 1% ないでしょマイナス金利とかもありましたっけ？ありますからね。なんかハンガーウッドの方は雑って雑行われたイベントの情報が、あ、イベントのです、流れてますね、雑って生半径、生半径さん、半径さんも来てたんですね、うん、てか手びつさんが言ってるんですねっていう、あ、そういうことかまあ両方ですね、すごいね。いや、いいですね、東京はって思ってしまいますね。うん、そうか、沖縄でこういった催し物があればいいのか。前、ゲームオンやってたっけ？ゲームオン？ゲームオン。ゲーム、あの時ゲームミュージックやってたの、あれゲームオンじゃなかった？あー、なんか、うん、沖縄でも一回イベントあったんだけど、うんうんうん、ゲーム音楽のクラシックっぽいなんかイベントがあって、はいはいはい、うん、浦添で行きましたね。音楽だけじゃないよ、あれ他のもやってたよ。あ、やってたっけ？ゲーム関係やってた。あ、そっか、2日間やってて、うん、コンサートの方、うちなんか僕なんかコンサートの方に聞きに行って、うん、あの時もイングレスやってるから、そっか、あの時は私はやってなくてそっちだけだったから、2年ぐらい前だったね。そうそうそう、浦添市美術館近辺のポータルを一生懸命ぐるぐる回ってたね初めて UPC UPC って言いながら、うん、うん、うん、ってことは今はオートバックス行けば UPC なんだ。あ、UPC になりますね。あ、そっか。で、写真追加をしてしまえば。あ、そうだそうだそうだ、うん、その楽しみが。俺のポータルですか、ね、俺のポータルになるんで。うん、とりあえず、三里、具志川あたり。具志川ね、ありますよね。オートバックス。うん、北部ある？北部ない。ないんだよ。イエローハットはありますけど。イエローハットあるけど。なんかやっぱりカード出してくれないからね。オイル交換したら1枚あげますみたいな。いいですね。あ、それオイル交換したくなるわ、それね。え、あ、まだ2000キロだけど交換してって行きたくなるよね。車検とか、あとタイヤ交換とか、タイヤ交換とか、タイヤ交換1本につき1つとか、それまた、それはちょっと多いです。また強欲それは多いです。そうか、でも車検ってね、2年に1回だからなかなかだし、オイル交換だったらね、まだ半年に1回はできるし、規定では5000キロに1回とか、うん、半年に1回ってなってますから、うん、もうそろそろ夏用オイルに変えてくださいっていう半年に1回か、回数ごとに特典がなんかいいものに変わる。1回目は普通のヒートシンクなんだけど、 2回目はレアになって、3回目はベリレアになって、4回にはマルチアックついてきますよとかなるってことですか、シゲさんみたいな。いいな、ガチって言われないよみたいなおかしいな、まあいいか。
俺ベリーレアのリンクアンプって言おうとした今怖っ。それ言うとガチなんだよね。あでも車検ならベリーレアリンクアンプあれじゃない、欲しいですよね。と、うん、いうことでぜひ、ね、アメリカだとね、うん、あのレンタカー会社のほうでベリーレアリンクアンプ、うん、どこレンタカーでベリーレアリンクアンプもらえるんだったら借りるよ、うん、あれ用もなく当てる方もいましたねあのカードが欲しくてね、はい、あれ登録しないといけないんですよ。登録して時間貸しというかあのレンタカーというよりシェアカーみたいなシステムだったと思うんで、じゃ あの無理やり東京行くときにそのレンタカー契約しておいて2時間ぐらい貸してくださいって言ってバーッとドライブして帰ってきて、アメリカしかないんですよ、うん、だからさあればあればですね、あればですねですね、日本でもやってこないですかねそれ。電気自動車でレンタルなんとかってあるじゃないですか、はいはい、あの家島とかその辺で始めますよとか、はい、それ契約してくれるといいよね。電気自動車だから電気でもらえるしですね、うん、北部で今実証実験かなんかやってた、ね、やってますよ ね、はい、うん、でそれにねベリーレアリンクアンプがついてるんだったら僕行けますよ、うん、行けますし観光客もいっぱい来ますし、はい、使えますし、うん、借りますし、うん、この電気自動車借りませんかっていう推薦する業者になろうかなってでもリンクアンプは僕もらえますよねはいはいはい、はい、それはそれはもうちょっと犯罪の匂いがしてきたんでうん、沖縄だと海洋博にね、美ら海水族館に観光客いっぱい来るんで、うん、それ絡みであれば、うん、あ、そうか、観光関係だ誰も出してないや、どこも。そっか、うん、いや、ちょっと納得してしまいました、うんうん、すげえ賢い、うん、なんでしょうかあ、いや、やっぱりクーラント液とかに引っ掛けてヒートシンクじゃないかと、オードバックスラジエーターとか、おお、まあオイルもね冷やすし、うん、ヒートシンクでいいんじゃない、ヒートシンク、あ、ということはさっきのヒートシンクでベリーレアヒートシンクになるっていう流れはもうちょっといいんだ、さらに短いやつですね、さらに短い、ベリーレアよりさらに短く、ああそれだったら欲しい、1分ぐらいでねえ、ブラッカーも炊いて、うん、わーいわーいってわー欲しい、まあ、うん、超レア。でもあるじゃないですか、オートバックスの駐車場がオートバックス製作使えないベリーヒートオートバックスの駐車場が、うん、あのハックする人で居座るっていうもうあれしかないねオイル交換してる間中30秒に1回できるとか、あ、ね、30分かかっても誰も怒らないと、もうちょっとかかっていいよ、ね、いいな、欲しいなそれは。みんな妄想するの楽しいからね、ねえこの番組妄想ばっかりだ最近、オートバックスの中の人がしか発動できない人が、おお、押せない、押せない、ああ、お客さんが来てあのイングレスの画面見せると、はい、ポンと押したらできると、うん、あ、でもね、あのエブリンさんが3ヶ月に1回オイル交換でガチではってちょっと言ってますけども、それは別にあのオイル交換するからっていうのは僕らの妄想なんでそこで言われてもっていう方がいたり、うん、カードをもらうために車を買うのかっていうキナヒロティさんがいたり、うん、そうなんだ、あ、そうか、車持ってないですけどね、あ、そうだ、カード買うために車買うのかって、車持ってないんだ、うん、いや、じゃあオートバイのオイル交換でもいいってことにしようかな。なんで僕が決めるんだか自転車もあのチェーンにオイルかけたらいいとかどんどんいやうーん大変なことになる、大変なことに、うん、どうなるんでしょうね、何が絡んでくるんでしょうね、オートバックス、なんかあのスポンサーが決まるとどんなカード出してくれるんだろうって妄想するよね、どんなカード、どんなアイテム、どんなアイテム、うん、うん、欲しいよね、欲しいですね、オートバックスアイテム、うん、うん、何だろうやっぱりヒートシンク、今だとヒートシンクですね、うん、他にも何かやだろうか考え込んでしまう、考え込んでる一応置いとこ、うん、サイトに行ったら何でしたっけ、うん、あの NL1331 でしたっけ、うん、あの車関係で、うん、サポートをしてるというストーリーがありましたね、うん、オートバックスは、うん、売り出すんですかね、違いますね、いやいやいや
結局エキゾチックマターを検出する技術がうんたらかんたらと、結構面白いストーリーだったので、うん、後で探して読んでもらう。一般自動車に XM 検出機能がつくんですね。それすると面白いですけどね。怖い。カーナビが僕何で読んだのかな、はい、ちょっと、うん、思い出せないんだけど、うん、オートバックスでナビを入れると、はい、全部勝手にハックしてくれる機能がついてるとか、うん、おー、それはそれで。でも勝手にハックはどっちかっていうとインテルマップが見れるとか、それでもすごいいいですよ、うんうん、でもマップが見れるちょっと怖いんですよね、運転中に操作する。ああ、そうか、そうですね。いや、だからもう勝手にハック。そしたら僕別にあの画面見ないし、やっといて。おーっと、ハッキング機能ですか。なので出かける前に、パックパックを300個ぐらいしておけば、あえ、ね、ちょっとそうですね、開けておけばなんとかなるかなとか、まあ、あえてそのダジャレは言わないんですけど、ググタスでも流れてたその自動的にハックするっていう、あ、オートハックスか。あ、そっかそっか。ないんですけど。あるかも。今めっちゃ心が踊ったんですけど。いやー、どうですかね、このラジオ高確率でヒットする時あるんで。いやー、オートハックスいい。オートハックスかー、いいなー。コマーシャルもそのまま作ってくれないかな。オートハックス。そろそろ雑コラで上がってくれる頃じゃない。ああ、そうそう。そうだね。普通のナビでも、オートバックスに持って行って設定してもらうと、それがついてるとか、機能が。そうか、レベル7以下は全部燃やして常にインベントリーを開けてハックをこう効率的にやってくるとかね、いいですね。ホッタは勝手に 100AP ずつ上がっていくとかね、ミドルハックするたびに。あ、いいよね。いいですね。まあ、それでしたら、難しいかな。使うとその自分の陣営でもハックしたときに 100AP はもらえるとか。青でも、青でも 100AP もらえるとか、そういうのだったら、今相手陣営ハックだったら 100AP だもんね。 100AP もらえますね。だったら、なん心は傷つかないんですけど。私の心は傷つかないんですけど。個人的な話でした。あ、でも自動ハックって考えても見なかったからいいなと思いますけどね。まあないよね。まあただ、イングレスの目的からするとちょっと違うかなと。ないよね。はい、ないなと思うけど、あったらいいなと。ただ自動ハックスって、あ、オートハックスっていただけたんだけどね。確かに。今日はそれを言いたい人がたくさんいると思います。よかった、ラジオで。先に言った感がいっぱいあるんだよ。もうこれ、あの、シゲさんが言ってるとこだけカットしてから載せようかなと。そっか。でもオートバックスのサイトには、運転中のスマホ操作は絶対ダメと。ですよね。だから、あの、最後に、スマホの操作が一切ダメだから、ナビで代わりにやっておいてあげますから、触るなと。あ、それはそれでいいですね。でも無理だと思います、ね。僕も無理だと思うんですけどね。あの、時々ここだけはハックしたいとこあるよね。あの、ここへハックしたことないみたいな道通った時にね。でもそういう時に限って初めて通る道だったりするから、緊張感あるから、できないよね。できないです。いつまでたってもここやってないじゃんって思うよね。で、近くに駐車場が見つからないとか、後ろから車が来て、ぎっくるとか、安全に止められないとか、ってなると、ハックができないですね。なので、白馬だけど、誰もキャプチャーしてないとか、レッドさせてくれないとこってあるよね。路上で結構危ないところありますね。あるよね。なので、それが白馬っていうのは、あ、みんなの良識が勝ってるんだと思うよ。そうですね。あ、いいんだと思いますけどね。みんな、あって思いながら通り過ぎるんです。そうそうそう。あ、みんなが、あのポータルみたいな。でも最近石川の方も、白いマンモのポータルが結構あちこちあるので、僕的にはあいいなとは思うんですけどね。名護市内は車がはあんまり通らないところ、人が入っていかないところが白いポータルが
多いですね、うん、大通り沿いみんな車止めて、うん、あのバスター打って壊すんですけども、うん、車で回れない中の方とかは、うん、歩いてしか行けないところとかっていうのは行かなかったりするんで、うん、誰もで割とこう白で放置されてたりするからね、うんうん、でもシーケさん結構歩いてるもんね。あ、そうでもない通勤区間ぐらいですよ、ね、まともに歩くのは。ただやっぱりあの保育園近くだと行きづらいです。 あの学校近くは、うん、僕なんかも行きづらいです ね、夜行って、特に学校 の正面にポータルがあるところがあるんですよ、実は。とでそういうところだと車もまず止められないですし、歩いてってね、あのスマホ持って小学校の前にこううろうろするのもいけないとっても怪しい人なので、不審者に不審者になるので、うん、夜行くぐらいかな、うんうん、なかなか難しいですね。やっぱり、ね、学校が終わってからしか行かないですよね。夕方7時8時とかね。そうです。だから皆さんに良識を守って、うん、あのポータルは安全に把握しましょう、うんうん、あと小手さんからオートバックスプチアノマリーって書かれてますが、はい、オートバックスでプチアノマリー、オートバックスで、うん、オートバックスで、まあ、おそらく今日の話題をくっつけて提供されたのかと、うん、そうそう途中から聞いたみたいなので前はあんまり聞いてない、まあまあ、どちらのネタも、はい、仕込みましたので、はい、大丈夫です。まあ今日は時間ですよっていうところまで、タイムキーパーもいっぱいいますね。ありがとうございます。今日は、はい、というわけで今日はあの、うん、はい、僕はオートハックスで、はい、締めたいと思いますが、はい、ぜひやっていただけると、あの車の中でね、やっぱハックするっていうのはね、やめていただきたいので、うん、勝手に指の形作ってくれてこう押してくれるといいなと。機械でですか？機械的にコン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 。あとあれですね、あの助手席の方がオートハックスするのはやめてください。もううちの助手席の人やってますけどね、本人の、うん、私も自分の分しかやらないですよ。でもね、あの重たいって最近文句言うんですよ。なんか携帯大きいの買っちゃったんで、あ、重たいらしくて、なんかあの携帯置く台があるみたい、ありますね、あれが欲しいとか言い出してきましたね。はい、というわけであの今日ももう時間なのでこの辺で終わりたいと思いますが、はいはい、最後にお届けします曲は香りの曲の中から、日だまりをお届けしながら皆さんとお別れしたいと思います、はいはい、では来週のこの時間まで、さよなら、さよなら、さよなら。